どうしても子供優先の時間っていうのがすごい増えてはいるので今朝も保育園に送ってからは、はい、ここに来たんですけど朝は、今日はですね全然朝起きなくって何度起こしても全然起きないんですよでも多分ちょっと起きてるんで起きてるでしょって言ったらまだ寝たいんだもんって言われて。 なんかもうそういう毎日の繰り返しですちょうど嘘泣きとかがね上手な閉じ込で、ね、やりますね <laughs> 嘘泣き嘘ね <laughs> 本当に でも非常になんか充実してらっしゃるんだなっていうのが伝わってきます。でもいかがですかこうお仕事されててまあ子育てされてるといろいろとこれまであのお洋服の選び方とかも、うん、やっぱりこうこれまでと変わってくるんじゃないかなと思うんですけれどもどうでしょうかファッションの点でですね桐谷さんがこう気をつけてらっしゃることとかどんなことがありますか選び方変わってきますよね。そうですねあのうちは男の子なので。 やっぱりり本当に走り回るんですよで最近はもう「よーいドン!」って言って一緒に走らないと動かなかったりするのでパンツでで動きやすすすいいっていうのはすごく大事ですねあと毎朝自転車で送り迎えもしているのでそういう時にもスッと動けるものって大事だなと思って選ぶことが多くなりました。